語は謎の巨人三日月と強い思いの宿った言霊の力で三日月を操縦する少年イスルギ風雄の物語である。遊佐渉が生きていた。だが彼はすでに私の知る彼ではない。ガイラの国の精神生命体が宿った物質界の器。彼の残留思念が挑む襲来の背景にあったとは。三日月、起動不能。イスルギ風雄の精神波を妨害した者は一体何者か。劇的な変貌を遂げ、三日月は飛行能力を得た。果たして喜ぶべきか。忍び寄る最悪の事態の予兆。未知の力にもてあそばれる、いい知れぬ不安を拭えないのは、私だけだろうか。統括官、おっしゃる意味がよく分かりませんが。
三日月には内部構造がない。つまりただの金属の塊なの。発掘してしばらくは私たちも単なる彫刻だと思ってた。そんなおかしいよ。だってちゃんと動くのに。結局分析できたのは地球上のどんな金属にも属さないということだけ。まるで魔法だわ。だからといって私たちは魔法に運命を委ねるわけにはいかないのよ。三日月、お前は一体。ユキ、あかね、大丈夫かよ。顔色悪いぞ。ねえあかね、ずっと私の友達でいてくれる？なんだよ改まって、当たり前だろ。本当？約束してくれる？私に何があっても。例えば。いや、マサト、仕事中じゃねえのかよ。やっぱりアカネの関係者か。学校に兵器はやめてほしいよな。兵器は何？アカネ、アカネちゃん、実は。なんだよ。ちょっと頼みたいことがあるんだけど。頼み？本当だったんですね、金城先輩。あの月光機のパイロットが現役女子高生だったなんて。まさしくニューアイドルの誕生だ。よせ、我々はアイドル研究会じゃないんだ。そうだ、それよりもエイトにおける月光機の立場についてお聞きしたい。それよりも問題は怪獣だ。最近出現している一連の怪獣は形態から見て明らかに人工生物だ。ということは怪獣を作り出している何らかの組織が存在するに違いない。あのスイカの怪獣も、僕は仮にあの怪獣をウォーターメロンザウルスと呼んでいるんだが、スイカの切り身、ドア、これかよ。あんたの可愛い後輩たちって。ごめん、泣き疲れちゃって。分かったから、よろしくな。月光機の視察の件。風鈴の怪獣も何らかの攻撃的かつ戦略的な匂いを感じさせるのは偉いんだ。いきなり問題の核心に入るのはどうかな。やっぱりまずは自衛隊だろ。彼らはなぜ最初の怪獣出現以来出撃しないのか。それはスイカの怪獣の時に自らの無力さを露呈してしまったからさ。違う、それはなし。だからもうエイトの方したいんだけど。そもそも違う、エイトの方したい。ちょっといいかな。私の方からも聞きたいことがあるんだけど。あんたらなんだって月光機のファンなんだ？三日月には興味ないわけ？三日月は我々の敵だ！はぁ？我々は怪獣の味方なんです。怪獣の手でこの世が滅ぶことを絶望している。救世主を倒すなどもってのほかだ。その点月光機はいい。なんといっても弱いところが素晴らしい。ほっといていいの？こいつら。火力の弱いところなんか特に素晴らしいよね。弱いというよりあれもないに等しいね。それでちょっとみんな待てよ。月光機はまだ準備段階なんだ。本当に弱いんだよ。これからどんどん。おい、ちょっと。みんな来て、ちょっと。見てよこれ。できた。こりゃすげえ。どうだミドル、海の家としては。我が怪獣研究会の英知の結晶。
怪獣ギリークの完成だ。ちょっと待って、まだ防御力が弱い。これでは三日月に勝てん。体型的にもバランスが悪いんじゃないか。あと火の速攻 17% アップさせよ。いや 50% アップだ。火を吐くとかどうなるか。火が邪魔だろ。みんなあるよ、お前どうも。ごめん、変なもんに付き合わせちゃって。ま、気晴らしにはなったけど。ねえ、あいつさっきのサークルのやつじゃない？え？気持ち悪い。行こう。あと一つ、最後の封印が解かれれば。こりゃ決まりだな。決まり？ストーカーだよストーカー。あたし一度さ狙われてみたかったんだよね。それって一度は通るべき女の道じゃん。よっしゃー、またなんか企んでる。ちょっとあかね、一生のお願い頼む。それで僕はあかねちゃんの彼氏に？もちろん振りでいいんだけどさ、頼む、この通り。そういうのはさ、警察に頼んだ方がいいんじゃないのかな。あ、いや、そんな大事じゃないって。怪獣研究会とかに入ってる暗いやつで。怪獣研究会？よし、ここは俺が責任を取ってあかねちゃんの彼氏に。いや、その私はキバさんが。よかったじゃないか。え？よし、そうと決まったら善は急げだ。待てよ。君は僕のもの、僕は君のもの、君は僕のもの。
というわけだ、ミノル。はっきり言おう。もう、アカネをつけ回すのはやめてもらいたい。なぜなら俺たちは。先輩。ん？何か勘違いなさってるんじゃありませんか？え？そうだ。僕にももうすぐ彼女ができるんです。今度ダブルデートでもどうですか？彼女？なんか話が変なんじゃないか。あかねちゃんの早とちりなんじゃ。ふざけるな！お前ストーカーだろ？あたしにぞっこんなんだろ？なんだってそう簡単に諦めるんだよ！ストーカーならストーカーらしくもっと根性入れたらどうなんだよ！え？お二人ともお似合いですよ。お幸せに。誰が飲んだ？お母さん再婚するみたい。あの人と？うん、はっきり言わないけどね。わかるの。今日だって私の行きたいところだったらどこでもいいよとか。お母さん幸せそうだし私も喜んであげたいけど、なかなか呼べないよね、お父さんなんて。いいな。僕もお母さんに頼んでみよっかな。新しいお父さんが欲しいとかさ。嘘ばっかり。全然思ってないでしょ、そんなこと。ナナ、はーい。そうだ、昨夜一晩かかったの。またね。
いやあ、来ないで。向いてほしいんだ、こんな綺麗な指で。美味しかったよ、みんな向いてくれた、ゆで卵から。ありがとう、助かったわ。勇気があるのね。勇気だなんて、そんな。ねえ君、名前なんて言うの？違う、違う、違う。あなたみたいな豚があるから誰だって。え？なんか、てめえらのせいだよ。てめえらのせいでてめえが狂ってるんだろ？違うの？え？なんだその口。この世をダメにしてるんだよ。聞いてんのか。おい、そこのやつ、おめえもだよ、おめえもだよ。おい、何見てんだよ。おい、おい、おい、どうした。どうしてんのか、この人。おい、くそ、なんで俺のことを笑いやがって。俺とは分かんよ、言えよ、はっきり言え、はっきり言え。嬉しいぞ、貴様の憎しみの層に撃てる。やったな、トルパ。私の思惑通りだ。まもなく新月がよみがえる。どうしたの、ユキ。
井戸も出現、井戸も出現。私なら大丈夫だから。うん、学校の方よろしく。あとで私からも連絡入れとく。気がついたかい？ダメだよ、逃げられっこない。そうだ、いいことしただけで。今街で暴れている怪獣、僕が作ったんだ。君がいけないんだ。君は僕のこと愛してくれないから。
を出すな。こいつは月光機の獲物だ。君は僕のもの、僕は君のもの。そしてこの世もギリエグによって僕のものになる。この世界の王になるんだ。さあ、僕を愛してくれ。you
ました。違う。やっぱり生きてるんだ。父さんは。戦え！行かずに！力が満ちてくる。トルパネ、やりおったな。愛されたいのではなかったのか、この女に。ならば思いを叶えてやろう。
つは。三日月の対極と恒星分子告知、対極内にヒューマノイド反応。